いろんな音ありましたね。はい、どれが良かった？楽しかった。楽しかった。普通にめちゃくちゃ楽しいでしょ。ギターっていいですよね。試し弾き。こんにちは。こんにちは。ということで、はい、皆さん練習してますか？そっちか。カッティング。カッティング。カッティングって練習します？しますよ。やっぱね、もう全てのね基本になるんですよね。で僕らでももうやっぱりこうちょっとでもやってないとね、やっぱ鈍るんで、ちょっともう結構毎日やるんですけど。ここね。やっぱね、ギタリストにとってこうカッティングっていうのは、まあ、人気の奏法っていうわけじゃないですけど、YouTube とかでギターって検索したりとか、まあ、Google でもいいんですけど、予測変換で出るじゃないですか、はいはいはい、いろいろ初心者とか、弾いてみたとか、奏法で言うとカッティングが出るんですよ。なるほど。カッティング、アルペジオとかじゃなくて、早弾きとかじゃなくてカッティングが出るんですよ、それぐらいやっぱ人気っていうか、みんながこう、カッティングかっけえなってやっぱみんな思ってると思うんですよね、じゃあこのギターいっぱいあるこのお店で、何がカッティングに合うギターなのか。なるほど。カッティングに最適なギターはどれなんだっていう、ちょっと決定戦というか、まあ個人個人あるんですけど、はいはい、まあその個人個人の俺はああだ、俺はこうだみたいなのを決定してもらうような動画になればいいなと、いうことでカッティングに合うギターください。承知しました。じゃあ何から、はいはい、どれからおすすめしていただけますか。いやもう王道のやっぱりストラトキャスター。まあね、ストラトキャスター、まあ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 こうまあこうなりますよね、ストラトでしょ、みたいな、まあ、シングルコイルの歯切れのいいサウンド でなおかつね、まあ、こういうちょっとスプリングが入っててこのちょっとこうねこの独特の響きがあって、その瞬発力がやっぱ聞こえてくる感じ、で、あれですよ、このシングルコイルの真ん中のね音がね、これハーフトーンってやつですけど、この独特の音っていうのは他のギターにはない音ですよね。そうですね、でここの音でカッティングしたらもう気持ちいい。最近だとね、コリーウォンっていうコリーウォン、知らないでしょ、昔だったらナイル・ロジャースとかね、シックの、あの辺だったりとか、まあ、ジェームス・ブラウンとかなんかああいうファンクがあったりするんですけど、最近だと、ね、そういう若いギタリストが出てきたりしてて、こうカッティングしてるんですけど、その人はねここしか使わないんですよ。へー、フォースポジションっていうのはここしか使わないみたいなね、そんぐらいのやっぱりこうシグネチャートーンというか、ね、フロントのハーフトーンって言われるかな、ここじゃないかな、いうことで、まあ第一候補じゃストラト、ストラトキャスター。他にもありますよね。はい、まだまだストラトときたら、テレキャスターでしょ。テレキャスター、テレですね。だこれはまあまたちょっとね構造が変わりますよね、このブラスのこの3つのね、ブリッジとで裏
どうし、うん、だったり、この辺でレスポンス変わってきますよ、うん、あとやっぱこのピックアップがこうシングル2発ついてるというね、うんうん、でこの真ん中、これ3点になってるわけですけど、真ん中でここの、まあ、ちょっと距離の離れたこいつのポジション、うん、ミックスポジションっていうのがまたちょっと違うんじゃないかなと、うん、まあボディの形状とかももちろんあるんですけれども、うん、まあそのあたりがもう生音から違う、うん、ね、あ、いい音しますこれ、うん、いいな、どこだ、あ、ティーズだティーズこんなヴィンテージのあるんですね、ないっすよないの、これが特注したんです、あ、特注したの、これめちゃめちゃいいですか、うん、超いいですよこの間完成してきたばっかりなんですけど、はいはいはい、もうこれもね、すごく気に入ってます、まだデジマートにも何にも載せてなくて、これあ、面白い、ここ、ここストラトだ、ここそうそう、気づきましたねあ、これが面白い、うん、でもちゃんとテレの音が ね、テレならではの音がしてる、これもちょっと聞いてみましょう、はい、じゃあ他次、次どれですかね、ジャズマスターいきますか、ジャズマスターね、やっぱこれ最近みんな欲しい欲しいっていうジャズマスター欲しいなみたいな、これジャズマスターピックアップっていうんですよ、うん、ジャズマスターピックアップ、これね、なんていうピックアップ P90 ですかとか言われたら、ジャズマスターピックアップで、このこれなりのやっぱ音があるんですね、そうですね、うん、あとはこのオフセットされたちょっとでかいこうボディ、うん、このボディのなりっていうのがねやっぱり大きいんじゃないかなと僕は思ってて、うん、でこれは斉藤ですね、斉藤ギター、これもね、これ僕の私物ですけれどもこれもね、またちょっと独特の音、まあ最近だとやっぱりこういう、うん、モダンなロックとかモダンなポップスバンド系のアーティストがよくこのサウンド使ってるなっていうことで、僕も結構レコーディングでやっぱりこのサウンドちょっとね、うん、まああんまりこう先入観与えると良くないかもしれないけど、あんまり言わないですけど、やっぱテレキャストね、同じような位置関係にあるんですよ、シングルコイルが2発この距離であるっていうので、まあ、近いところはあるんだけども、またちょっと違う感じがあって、うん、これもいいですよね、うん、他にはありますよまだありますよ、まだありますね、うんうん、ではでは、うん、ではでは、これなんかどうでしょう、レスポール、こっちレスポール、レスポールっていうとやっぱりこうのぶといというか、こうディストーションサウンドとかがやっぱりね、こうイメージにあるかもしれないですけど、クリーンのカッティングなんかもいいんじゃないかと、まあフロントだとこう甘い感じになるんだけども、このミックスですね、このね、うん、ミックスね、うん、ミックスすると途端にこうクリスピーな感じが出てきてパーカッシブになったりすると、僕のイメージだとあのタワーオブパーのあのブルースコンテとか、うんうん、あの辺のちょっとこうなんていうんでしょうね、やっぱこうブルージーな、うん、ブルージーなサウンドがしますよね、うん、シャキっていうよりもちょっとこう丸みのある、うん、癖のあるトーンで、これもいいんじゃないかなと、はい、これが気に入るというか私結構通過まあまあそれはちょっと聞いてるのお楽しみで、はい、他、はい、まだあるでしょ、はい、このお店といったらやっぱりそうですね、ボトムズアップギターズだったらこれは外せないでしょうPRS ね、はい、PRS 意外に PRS なんじゃないかなみたいな、うんうん、これは、まあ、基本的にハムバッカーあのレスポールと同じような構造になってて、まあ、シングルにできるこうタップスイッチ、独立したタップスイッチがどっちもシングルにして、これの真ん中をちょっと聞いてみようかなと、うんうん、これでどんな音するんだろうと、でやっぱりまあね、こうアームがついてたりとか、この24フレットについての端についてるこのピックアップで、うん、またレスポールとは違うサウンドになるっていう予測のもとです、うん、ちょっと聞いていただいて、皆さんどれが好きか、そうですね、ちょっとね選んで、もうよく聞いてください、もう俺もう一生この音でカッティングしなきゃいけないぐらい思ったらどれ選ぶんだぐらいな、うん、まあこの曲にはこう、あの曲にはこうってあるけど、まあその中でもちょっとね選んでみて楽しんでくださいよということで、ちょっとじゃあサウンド聞いていただきましょうか、ええ、はい、いきますよ、はい、はい、どうぞ、
かがだったでしょうか。いろんな音ありましたね。はい、どれが良かった？楽しかった。楽しかった。普通にめちゃくちゃ楽しいでしょ。ギターっていいですよね。いいですよね。いろいろあってね。言いたかっただろそれ。そうそう、もう本当にやっぱね、やっぱ改めて聞くと全然違いますよね、うん、もう全然なって、なんかこう頭の中イメージするその曲調だったりとかも全然変わってくるんで、もうこれやっぱりいっぱい持ってた方がいいぞと、うんうん、これを見せてください、あのなんかこういっぱい持ってて、あなんかねこんだけ持っててどれも一緒でしょ、なんてうまいタイミングで差し込んできたよね。いっぱい持ってた方がいい。免罪かこれ見てみろよと、この動画を。この動画全然違うだろっつってポカーンってされたら僕のせいじゃないです。まあそれはどんどんいいんですけど、はい、じゃあちょっと一本ずつね、ちょっとざっくり感想というか、はい、まあやっぱこのハーフトーンっていうのはもう、ね、うん、まあやっぱりみんなのこうね耳なじみがある、うんうんうん、知ってる音で、まあ結構スタンダードな、もうど真ん中のギターな割に特徴的な音してるっていう、うん、それがね面白いなと思うんですけれども、うん、やっぱあの音欲しくなるよなっていう、うんうん、最近ねこう聞かれることちょっと少ない、まあ、昔の音源だったりとか昔のポップスとかによく出てくるような感じもするんですけども、なんかね今また回り回って来てるような感じです、ハーフトーンって、うんうんうん、このちょっとねちょっと抜けたようなトーン、うんうん、いいですよね。はい、はい、じゃあちょっと次、はい、テレキャスですか。テレキャスだ、まあ、テレキャスはねこれなんかよく言われるそのトゥアンギーなサウンド、うんうん、なトゥアンギーってなんだよみたいな、なんかこうバネがある感じに僕聞こえるんです、うん、どうですかこれ。あの、うん、テレキャスのハーフトーン、ハーフトーンミックストーン、うん、というかはあのストラトのハーフトーンと僕の中では、うん、もう二大巨頭というか、うんうん、そうですね、選べない。まあこの後で話すんですけど、うん、まあ先に言っちゃうと今日は俺ジャズマスが良かったんだけど、これやっぱそのまあピックアップの出力もすごく低いから、はい、直接音源だけ聞き比べると、うん、キャシャに聞こえちゃうんだけど、うん、このギターの音色ってこんなに違うんだっていうのを素直に表現してくれてると思うんですよ、うんうん、だからすごく楽曲に応じてやっぱりギターが必要になると、うんうん、たくさん本数が必要になるっていうのを教えてくれる。結局俺もそれがいいんだから。そうそう、あとねやっぱこのギター良かった、うん、ディーズの、うん、いいですよね、うん、このギター。あとこのストラトも普通だけど良かった。もうこれもうベーシックなストラトめっちゃ普通のストラトがこんないい音するの。そうそう、ハーフトーンとか、まあ、このミックストーンがこうガンって前に出てきてくれると、うん、あこの音あのこのギターいいみたいな、うん、そのなんか目安になる気もする、ね、なんかこの、うんうん、僕はもうカッティングもアルペジオもそこのポジションで試すので、あ、そうなんです。それで結構ギターの良し悪しというか好き嫌いをね、うん、なるほどね、判断します。はい、このトゥアンギーサウンド、バネのあるサウンド、はい、でこれですね。はい、ジャズマスターどうでしたかこれ。これが僕は一番好きでした。好み、うん、好み好み。これやっぱこうジャーンなんか暴れる、うんうんうん、もっとやっぱロック感があって、うん、もうジャズマスターってもともとそのジャズって名前ついてるのに、うん、こういう音しちゃうっていう、まあ、これオリジナルのまあそのフェンダーではないですけれども、まあ、そっち方向の音がする傾向にあるなとやっぱり思うんで、やっぱねなんかその今の割とこうテンポの速い激しい曲っていうのにはもうミック、うん、あのバッチリ合うんじゃないかな、うん、そのよくそのインスタだったりとかツイッターのタイムラインにいっぱいこうバキバキっていうなんかこう速いなんかそういうカッティング系の曲とかがねよくねあの僕見るんですけども、やっぱ この音単位的なんじゃないかな、そういうの好きな人絶対こういうの選んでみるとなんかいい結果得られるんじゃないかな、うんうん、これ僕推しですね、最初 JMC、うん、太さと歯切れの良さが同居してるでしょ、うんうんうん、で気持ちいいクランチでこうコードをバーッとかき鳴らして進行していくっていう、うんうん、なんか疾走感、うんうん、爽快感、そうそうそう、ね、あの語弊あるかもしれない、綺麗じゃない、うん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 、でまあノイズはあるんですよ、結構上の方を伸ばすためにノイズはあるんだけども、うんうん、まあそこをこうねじ伏せてギャーってやると、うん、まあそのやっぱり上が伸びてる分ね、そう速いこと、うんうん、その音速より速い感じが出ますね。はいはい、でレスポールか、レスポール、うん、レスポール、はい、これね改めて弾いたけど、まあなんていうかちょっとやっぱパワーがあるから若干こう歪み成分が入る感じはあったかもしれない、うん、同じ条件で弾いてるんでね、うん、うん、でもまあなんて言うんでしょうね、そのこの丸さというかポワンとした、うんうんうん、
そのさっきとのその、まあ、レスポールと、まあ、構造も近いしピックアップの位置とかも近いので、あのそのテレキャスとそのレスポールちょっと近い感じはあるんですけども、うん、こっちの方がやっぱりその切っ先がちょっと丸いというか、うんうん、もうちょっと弾力がある感じ、うんうん、でなんかねやっぱブルースっぽい感じがしたの で、 そうです、ね、僕はね、まあ、嫌いじゃない、うんうん、めちゃくちゃこれこれじゃなきゃって 思ってないけどいつも、うん、たまに欲しくなるやつ、うんうんうん、って感じ。レスポール、そうですね、今回まあ同条件で比較してるから全部もうフルボリュームフルトーンなんですけど、そうそう、うん、まあちょっとは、ね、そうですね、センター位置でちょっとずつ絞って音作って聞くっていうのもいずれやりたいですよね、うん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 、そう、その辺もねちょっとまたいろいろそれに応じてちょっと調整する、うん、でもそうするとなんかこう自分の好きなところに寄せちゃいますね。確かに、うん、そうだね。なのでまあ今日はねこのありのままでちょっと聞いていただきましたけど、はい、はい、じゃあ最後にね、はい、ヒアレス、ヒアレス、これはね、はい、カスタム24とちょっとだけ違うこの2408というモデルなんですけど、うん、分かりやすくこのセンターミックスポジションのシングルモード、うん、この状態っていうのは、まあ、ロータリーがついてようがどのギターでもほとんど出せる音って感じですよね。はい、うん、PRS であればみたいな感じで、これはやっぱり24フレットからのこのハムなんでちょっとやっぱ硬質なレスポールと同じような感じではあれどちょっと硬いというか、うん、なんていうかな、ちょっと金属感がある感じに聞く、なんかこうベースのスラップ、ジャズベースのスラップとかに通じるような、なんていうかそういう感じがしましたね、うん、どうです？いやー、これあのシングルモードでね2つ出してるので、うん、どっちかっていうとまあピックアップの距離が近い、うん、テレみたいな感じに、そうですね、なるかなと、うん、でまあトレモロがついてるんでもう構造的にその音は違うんだけど、うんうん、まあさっき言ったようなあのクリーンのアルペジオとかすぐ俺弾きたくなっちゃう、はい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 、わかるわかる、そういうのにコーラスかけたりとかね、そう気持ちよく対応するし、うん、カッティングもできて、うん、まあ非常にやっぱりまあ語彙力ないけど便利なギターですよ、うん、間違いなく、うんうん、弾き心地もいいし、そっかそっか、うんうん、っていう風にね全然違うんですよ、はい、僕はね、どこだろう、どれって言われて本当に困るけど、やっぱり最近、うん、これもなんかこう時期によってこれが好きとかあるんですけど、最近はストラトのこのハーフトーンは僕的に来てる感じですね、うん、特にフロント、フロントかな、おだからこっちもいいんですよ、こっちも時期的にこっちが好きな時もあるけど、うん、最近こっちよく使ってる気がする、なんかカッティングを弾く時、クランチのカッティングとか俺センター使うんだよね、で、アルペジオ空間系使ってリアのハーフトーンみたいな、うん、でもライブはね、レスポールのね、あのタップしたセンター、ああはいはい、うん、なんかさっきの PRS とかテレとかの、そうそうそう、もう、まあ、モダンイーグルとか使って、ね、モダンイーグルの、はいはいはい、それは22フレットだけど、うん、それのタップしたやつの真ん中をよく使ったりとかはしますね、うん、音が想像できますね、うん、んな感じ、割とストラトはまあ今回なんか良かったなと思ったけど、しげるさん的にはジャズマスター、そうですね、うん、だったりとか、うん、まあいろいろね皆さんご意見あると思うんですけども、うん、ぜひねあの書き込みしといてください、コメント欄とかに、はい、そうですね、これがどうあるさってね、これが好きっていう皆さんの意見を いっぱい集めて、うん、なるほどっていうのを僕らも勉強したいですよね、うん、で勉強になったって人はいいねとか、うん、押しといてください、はい、うん、でシェアね、そうですね、していただけると、はい、チャンネル登録ももう全部伝えていただいて、はい、あで、はいはい、まあ、そうやっていろいろちょっと盛り上がっていただいて、まあ、何もないというよりはちょっとね、うん、プレゼントとか、そうですね、皆さんね、はい、たまには、うん、ええ、いつもね試し弾きご覧いただいている視聴者の方に、うん、ボトムズアップギターズの方から今日はプレゼントをご用意してまして、よ、はい、詳細はあのブログの方で、こういう風に応募してくださいというのはやりますけれども、まあそのプレゼントの内容をね、はい、抽選で1名の方に、はいはい、こちらお、ワイヤレスシステム、ギターワイヤレスシステムをプレゼントします。イエーイ、これねやっぱ欲しい人いますよね、うん、こう家に1個あると便利ですよ、これライブでも使えますからね、全然使えるやつなんで、ぜひちょっとゲットしていただけたらなと思います。はい、はい、うん、でその応募方法は、まあ、下に書いてありますから、そうですね、うん、ブログから行ってくださいと、うん、はい、じゃあ
そんな感じで、はい、今日も勉強になりました。いやいやいやありがとうございました。ということで、はい、皆さんもまたぜひ、ボトムズアップギターズに、まあね、今のギターありますんで、そうですね、ぜひチェックしに来てください、うん、まだ入ってきたばっかりなので、うん、試しに来てください。はい、ありがとうございました。じゃあまたね。